さあ皆さんこんにちは、ダイダラです。星とかビビデラックスやりましょうか。あっす。さて 30% までいったんだ今。いいパーセントで来たね。さてメインは 69%。 あと 31% でクリアじゃん。やば、もうクリアです。というわけで今日もやりましょうか。天掛ける船ローアから、ここレベル6エッガーエンジンズ進めていきましょうか。レッツゴー。はい、さてよし、今日は普通にお面消すか。はい、というわけで今日が4面かな。めっちゃあるなこれ。4面攻略していきましょうか。めちゃくちゃエナジーのやつがあります。行ってきます。はい、うわお、水の中にこんにちは。これ待って、またちょっとね、警戒心マックスでいかなあかんステージですよ皆さん。どこにね、うわー痛い。ねえ、ネジがあるかエナジースフィアがあるかわからんからね。うぅ、はやはやすぎる。なんもないっすね、これ。砂？なんだ今のやつは。変なやつだったな、今。初めて見た敵だわ。くら！助けて、暗い！ろうそくあるな、絶対これ。ろうそく。ろうそくプリーズ。プリーズ、ろうそく。ファイヤー。私、明るいカービィ。明るいカービィ来た。明るいカービィで、行きまーす。上と下があるけど。下は行き止まり。これやばいな、ちょっとむずいぞ、さすがに。このステージ。怖い。さて、ろうそくファイヤー持っていきましょう。これを持っていって、しっかり見ていこう。ありがとうございます。ぶどう食べて、剣があって、上がルートだけど。ちょっとどけよ、お前。よし。これはね、行くっきゃないでしょ。ハンマー！ハンマーカービィ。ハマーカービィで。ということは、なんかどっか壊すところがあるのかな。ありましたー、えい。はい。というわけで、エナジースフィア1個目獲得。1個目であってで大丈夫だね。チケットある。やった。よし。入場券ゲット。さあ、もうこのろうそく使うとこない？大丈夫？まだある？なんだこいつは。わー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 わわ、待って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 、ろうそく持ってないわ。俺ろうそく持ってない。どこここどこここここどこここ。え？大丈夫ここ本当に。さて、出口が変なとこ来ちゃったけど。こっち水の中だけど。ねえ、上がさっきのルートだよね。別ルートだよね。上が別ルート。下なんか辛いけど、これ大丈夫これ。早いも。あ、エナジースフィア、あんじゃーん。ラッキー。やべえ、これマジで警戒していかんとむずいぞ、このステージ。やつやつやつ、いや。怖い、ここ。さて、能力どうするって話だけど、ファイターパラソン。いや、ハンマーじゃん、ファイターに行くか。ファイターファイターも好きよ、俺。さて、ボスが出てくることでしょう。皆さん、お気をつけください。で、おらー、アーマーもあるけど関係ない。キックカビーキック。さあ、水の中からこんにちは。勝負だ。さあ、ザンキューブー波動拳。よし、波動拳波動拳波動拳、強すぎる。カービィ最強、カービィ最強。よし、カッターもらいましょう。ウェイト。さあ、切るとこがあんのかな、これ。もしかしてありまーす。おい、どうしよう、これ。エア、あれ。エア、おい、待って、戻れ戻れ。今危なかったぞマジで。ってことはこれは分かった、こうだな、こう。違う。じゃあこうだ。はい、おい、完璧や今の。え、ああ、こんなとこにあった。エナジースフィア、意外と変なとこに隠れとんだこれ。よし、あと2つです。え、順調すぎて笑った。なんだここは。これはね、迷宮ですって。右、上か右かどっち行くかってルート。俺は下行く。待って。ふ、上かだ、下か右か。どっちが正解だと思う？え？あそこ行きたい、エナジースフィア。どうやってあそこ行くの？ゴールはどこ？ゴールはどこかわからないが。牛乳飲みたい、俺。俺牛乳好きやね、結構。はい。大丈夫？さらに下？え？あっちはゴール臭いな。まだある。下。おお、来た。
はい、ということでエナジースが獲得。ワンナップ99件あります。いや意外となんかやらしいとこだな、ここ。でもしっかり回収できてますよ、今のとこ。大体が今ね、あのやっぱ一発でクリアできるんで、今回もね一発クリアー。ティンティンアナゴ、え、カビ美味しいだろ、吐くな、カビ食べろ、カビ食べろ、うまいから。カビ、ちょっと待って待って待って、これマジでマジで早すぎる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 。抵抗しながらちょっとね見ていかないとまずい。下か上か下、よし。この星がたまに裏切ることないかなってちょっと警戒してるけど、大丈夫大丈夫今のとこ。はい、ティンアナゴ、ティンアナゴ、うー、どけどけどけ。さあラスト1個のエナジースキュアは一体どこあるんだ。そこにあるな、もうそこや、確定で、確定そこです。さあカービィが全力で泳いで貸し取ったやつ、あれ、ある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 、ここだ。暗すぎ、何もわからん。電気くれ、ドゥ。あ、落雷、え、あ、これか、当たりがどれか探してねっていうステージで、これまあもうこれやん、はい、ドゥ。簡単すぎっしょー。敵で6.4コンプリート。あ、これめんどくさいやつをやると、あ、大砲が降ってくるだけだよね、これ。な。やだー。よし。オッケーでーす。さあ、行こうか。あとゴールするだけだ。意外と、楽勝でした。意外とね、うん。たくさん、なんかあったけど、たくさんあったけど、なんか意外となんとかだったってことか。おいおいおい、カービィが、排水溝の中を泳いでます。よー、ドパーンと開けてゴールでーす。よし、チケットありがとう。はい。お疲れ、ガビー。なかなかに良かったな、このコース。ちょっと面白かった。緊張感がやばかったね。今回、やばいかもしれない。イエーイ、いいね。99。77。ね、10増やして87。よくわかんない。まあ、別にいないからね。残機増えるだけだからね、基本的に。まあ、あのゴールゲームも適当に行きましょう。はい、あ。というわけで5面オープン。5面まで来たか、ついに。100!え、もう100溜まったん、俺。やば。プロや、みんな。もうあと5面とボスか。次回5面とボス行こうかな。ちょっと今回ね、埋めていこうぜ、別のやつ。はい。では、あの、いつものやつに埋めていきましょうか。さあ、今回プラチナチャレンジ。また行こうと思います。チャレンジモード。今回はウォーターかな、これ。ウォーターチャレンジ。慎重さが求められるチャレンジだ。残りの体力に気を配ろう。体力に気を配るってどういうこと？ノーダメで行くんだよ。当たり前だろ。はい。ということで、ウォーターチャレンジやってみましょうか。水の中のチャレンジ。どういうチャレンジ？説明！ウォーターの私は波乗りになるぞ。ピカチュウです。そして、ウォータータックルで一気に敵を蹴散らそう。ダッシュ攻撃です。空中した場合のやつ、噴水ホバーは空中進めるやつ。これ強いやつ。そこをうまく使って、ウォーターチャレンジ攻略していきましょう。頑張ろうか。まあ、まあ、1回目のプレイは基本的に、まあ、どんなもんかなっていうのを見るので、ね、こういうとことかね、こういうとことか、うん、なんか何があるのかなっていうのを確認、危ない！するのがメインだと思ってるので、ね、まあ、そんなに無理しないでいきましょうか。よいしょ。どういう風にプレイしたらいいのかっていうのを確認ですね、ここは。うえーい、どけどけどけー。うお、ダッシュ攻撃強い。え、ないけど大丈夫、隠しエリア。おうおう、よし。さて、ここも多分ウォーターを吐いていけばいいとこなのかな、ここも。うわ、よし。で、これがね、敵が、てかコインがあるのかどうかだけわからんのがちょっとむずいとこだよね、ほんと。ねえ、ここ、こういうやつもそうなんだけど。ねえ、おい、これスイッチある。まだこの隠しエリア。そう、絶対なんかどっか取り逃してるよな、これ。わお、わお。え、これ、むずく、え、今どうすんだ、待って、これ、これどうすんだ、これ。え、無理、待って、これ、
天才的なジャンプ力発揮せなあかんってこと。天才的ジャンプ力、天才的ジャンプ、待って、天才的ジャンプ、クソむずくないか、そこあそこあそこ、あ、ダッシュ攻撃に入んのかな。うん、そうせんと無理だろ、あれ。あ、死ぬこともある。ちょっともう一回やってみようぜ。多分ね、1個目のエリアに絶対あると思うんだよ、隠しエリアがもう一個。ねえ、待って待って、ここ失敗した。ねえ、まあ、一旦まず隠しエリア探そう。で、こういう、あ、待って、ここの上じゃね？あーったー、こんなとこにあんのかよ。わかりづれえな、これ。ねえ、どうすんだ、これ。あ、これ使うか。よし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 。あー、こんなんあったねー。使うなかな、下上。下上？上下？うん、下上かな、多分言うの。わかんねえ。下上。あ、下上だ、下上。よし。はい。お前が、まあこれで大体分かったね。で、あとはドーンってして、よし、よいしょ、まあ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 問題なくいけるんちゃいまくかってやつ。あ、危ない、危ない、危ないことない、危ないことない。普通にむずい、ここ。ウォーターチャレンジは、ちょいむずですね、これ。ウォーターチャレンジ。もう一個のね、エリアのところ、あれもね、ちょっとここ、あ、いいよ、ないよね。よし。わお、ちゃんとそこら辺回収しとかなあかんね。一回ここら辺だけちゃんとねえ、あ、これもこれでいいのかねえ、基本的には。ほい、で、ここもで、こっちか。じゃあジャンプジャンプジャンプした時、ほい、ここね、ここ入る、ここだよな、問題。これもさ、こうか。あー、いけた。オッケー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 、全部理解した。1個手前のところを壊せばいけるんだね。あとゴールするだけだな、これで。よし、ここでアイテムなかったんで、このまま行きましょうか。これ、これで進めばいいのかな、あとはね。あと30秒でーす。怖いでーす。イエーイ。これね、下まで降り、うー、下まで降りるの意外とむずいな、これ。どいてどいてどいて、体力に気を配ろうっていう、マジでそうね。ダッシュ攻撃、もう終わり、これね。終わる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 。これでどうだ、アイテム全部取ってたら、あとはやるだけやけど、アイテム全部っていうか、敵コンプリートと敵全滅、体力、あ、コインコンプリート取れてる取れてる取れてる。じゃああとこれをタイム突き詰めるだけですね。おや、あー、いや、ということで、まあ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 、いいんじゃないですか。とりあえず全部のコインの場所はこれで分かった。あとは残ってるのは、あの、ひたすらやり込むだけです。はい、それではね、要所要所練習したので通してやっていきましょうか。まあね、ここのチャレンジね、ぶっちゃけね、難しいかって言われたら普通ぐらいかな。うん、難易度的にはまあ、アーマーよりはむずいと思う、うん、ウォーターがやっぱり結構癖ありなんで、癖あるところがちょっとむずいなって感じ。今のね、パンパンって虹かけるやつだけさえ覚えたら多分いけると思うわ、ここ。はい、あとはもう適当にうおーっとしくったんですけど今ね、まあ大丈夫でしょう、気にせずいきましょう。しくっても気にせずやりに行きましょう。皆さん、このステージ意外と、あの、優しいので、うわー、そこ優しくねえな。ちょっとタイムロス一回するとあそこの兼ね合いが悪くなっちゃうんで、あと、そこのロスがでかいですね。まあ、でもね、こんだけロスってても、実を言うと、クリアできるんですよ、このステージ。ね、それぐらい、結構簡単ですね、実を言うと。はい、あのね、まあ、要はね、このゲーム、というか、さっきミスっちゃって、俺。ハードディスクをさ、パンパンだってさ、撮影中に。ね、それ気づかずプラチナクリアしてさ、俺。だからもうプラチナメダル実は持ってんすよ、このステージ、もう、さっき。ね、だから、さっきの俺を超えるプレイングをして、ねえ、よいしょ、俺は今からプラチナ取ろうと思います。頑張ります。よし、たまにね、録画してたのに、録画だって成功してねえじゃんってなった時って、ね、割とね、萎えるんですよ。ちょっと待って、おい、どいて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 、よし、これいけるかな。30秒残して基本 OK なんで、まあ多分いけると思うんだけど。よし、はい、あ、これ過去の俺超えてないぞ多分。よし、というわけでウォーターチャレンジ見ていきましょう。まあ、プラチナのプレイはあんな感じって感じで。はい、はい、ふい、どうだべ、コンプリート。よし、というわけでクリアでした。ほら、見て、10点、
10点俺負けてる。はい。というわけで、プラチナのプレイは今のみたいな感じでした。まあ、注意するところは、下にブシューって打つあるじゃん。あそこの使いどころと、虹かけるやつの使いどころかな。あれさえうまくやれば、多分簡単にいけると思います。まあ、2、3回今のプレイングを真似して、プレイすれば、多分いけると思うから、ぜひともやってみて。まあ、隠しエリアの場所が分かりづらいっていうのが一番の問題だよね。コードステージ。はい。というわけで、見事プラチナ獲得でした。なんだかんだ言って全部プラチナ取れてるよな、俺。優秀すぎるな。優秀だな、俺。カービィに適応してきたね。最初のソードすっげえ時間かかったんだけどな。この辺とかすげえ時間かかったんだけど、なんかハイジャンプとかぐらい以降ぐらいからめちゃくちゃサクサク取れるようになってきた。ゲームに慣れてきましたね、俺。優秀です。はい、じゃあ、マホロワランドでちょっと遊んで、おこうかなーと思いまーす。マホラン。うえ。チケット持ってるぜ、俺。はい。さあ、とりあえず、いつもの隠れマホロワ探しましょうか。隠れマホロワ1。ヘイ。次、お面何もらえるかな？お面がね、楽しみだよね。このゲーム、やっぱ何もらえるのかなってやつ。はーい。デント。うわー！ゼロだって！大丈夫それ映して。もう、このゲームをやってるみんなは過去のカービィを全部知ってる前提だよな。今のはね、ボスです。64のやつですね。はい。隠れマホロはゲットです。あざす。これもクリア率に多分関わるよね。今日のマホロは全部見つけました。あざす。さて、じゃあちょっとね、今日はね、あのミッションを少し埋めたいなと思います。ワドルドゥの仮面。メンタバすごいぜ。さあ、ワドちゃんの仮面なんで被ったかっていうと、刹那の見切りがね、ここにあるやつ。これね、クリア達成したいと思います。セザの見切り、ミッション。ね、これ一つ目の戦法。ワドルドゥの仮面で遊ぶってやつで行けばいいので。まあ、こんだけかな。よし。じゃあちょっと遊んでみましょうか。よし。ででで、と。むずいよな、セザの見切りってほんと。15だもん、俺の限界値。でもさ、見たよ、俺。なんかさ、ね、ツイッターとかに上がってる画像を見たんだけど、14を出せば、だいたい、1位取れるっていう。14で1位なんだって。だから限界を超えたらいけるらしいよ。人間の性能で言っても。人間性能で。運ゲーでいかなくても。人間性能さえ高まれば、いけるってこと。16。はい。俺の人間性能限界超えてくれ。頑張ってくれ。ほんと。はいはい。負けた？敗北？いえ、今、すいませんでした。初めて負けたかもしれん。ねえ、そんな、ま、累計30人超えたら、やっけ。だからもうこれちょうど負けてよかったわ、これ。で、出てたよ。うわーやいわ、ビビった今。22遅っ。早すぎて焦る。これ喋っちゃダメ、マジで。喋りながらやるゲームじゃない、ほんとに。長。長くない？長ーい！ふん。マホロはやり。ダメだ、ナイト。お前を切ったら終わりだ。勝つぞ。黙れ。長。負けたい！は？ 15 ってお前強っ。強ナイト。難しい、勝てませんね。はい。まあ、でも累計30人抜き。これでミッションコンプリートでした。負けで達成で辛すぎるな、ほんと。負けて、負けで達成で普通に悲しいけど、俺。11個。わあ！で、今のは、あれだね。タッチカービィのラスボスだっけ。あ！来た！キーのダークメダナイト。ねえ、ダメナイト来た。うわお！ダメナイト分身。すげえぜ。さあ、裏曲。だからでも、スーパーファミコンのやつだから、あんま変わらないんだよな、裏曲も。一回だけやってみようか、これ、一回だけ。一人だけ倒そう、裏曲で。BGM の違いを楽しんでくれ。行ってみます。スーファミ版のやつだよね、多分。あんま音違いわかんねえや。ワドちゃん。ワドちゃん、早く。音わからへん。俺が叫んでたから。いや、こんなもんでいいかな。はい。まあまあまあ、あんま音わかんないなっていうところで終わっときましょう。スタート押せない。スタート押せない、ここ。川崎倒さんとやめられへん。川崎！
出せ !15 早っ。俺の反射神経。仕上がったみんな。いいいいいい。これでいいこれでいいこれでいい。これでいい。よし。さあ仕上がった俺の状態で、行ってきますね。皆さん。でもこれさ、実力で取るわ、俺。1位。みんな、実力で。任せてて。ねえ、フェスの見切り100。1位取るわ、俺、実力で。さあみんないる？今日もいる？みんな。こんにちは。見てるみんな、いますか？よろしくお願いしまーす。すくすく、よろしくすくーっす。いやー、いろんな仮面の人いますね。もう俺のワトちゃん、ワトちゃん横にもいる。ワトちゃん多いな。いきます、集中します。ガチでいきます、今回。お手つきなしでいきます。どうだこれ16か15ぐらいだと今の俺の人間性能いやそうだね90、93人間性能きてた15いや15なんだよな俺の限界7位15か結構いいとこなんだけどな15ってねえダークゼロやばい黒い人できたドロチェダの、ねえ、ゼロ速の恥。さて、クイーンセクトニア。セクトニアの仮面はいいぞ。ちょっとセクトニアいいなぁ。でも、俺人手になろうかな。人手。あら、かわいい。人手はドロチェダウンの参照です。ということで、皆さん、今回ここまでにしましょうか。はい。特殊のカーピーで、なんとか、6面の後半まで来てます。次回でこの6名のボス倒していきましょうか。ぜひともよろしく、あの巨大なドラゴンやっつけることができるのかお楽しみに。それではまた次回の動画でお会いしましょう。おつまやバイバイ。